バトルスタート。お願いします。はい。チャンピオンズリーグに見えてきました。さあバトルアトベンチオープンして、はい。田村選手バトルバがフーパー。はい。さあ1兆ポイントをかけた試合です。やばいな。重いな。早田選手ね、バトルバ連撃ウラス V ということで、まあ、高校最初の番から翻すで、まあ、ダメージを食らってもいいポケモンに交代していくこともできます。なので、まあ、スタートとしては悪くないですね。さあ、ダンノールさんは、まあ、先ほど試合同様、いかにデルビルを展開しつつ、まあ、相手の巨大連撃のことを考えられるかというところですね。はい、先ほどの試合だと、まあ、ミュウがどうやらあのサイドに、ね、行ってしまっていたということでしたが、今回まだデッキにあれば、まあ、置ける見込みがあるということですが。うん、やはり出てきタイレーツもユニークなデッキですよね。うん、まあ、連撃エネルギー1枚からダメージを刻んでこれるので、まあ、連撃ウラス V マックスが後で倒したいポケモンの HP を削っておいたり、逆に倒し損ねたポケモンを削っておいたり、あとは、HP が低めのポケモンは、ね、この連撃の陣で倒していくということもできますので、倒しても倒しても引けるのはサイド1枚。そうなんですよね、 HP 高いポケモン VMAX などは倒した時にねサイド3枚取れたりするんですが、隊列は1枚しか取らせてくれないんですよね。まださあります。 VMAX に引き倒したら勝ちみたいな展開を阻止できるという意味で、間に隊列が入ってくるとなかなかいいですね。でまだ触ります。ポケモン通信で黒バット V 戻して黒バット V 手札に加えます。はい、ポケモン通信でクロバット V を見せて戻しますが、クロバット V をもう加えますということで来ましたね。これはまあポケモン通信が1枚手札から減ってるということで、ナインダーセットで引く枚数を増やしている。ポケモン通信は戻したポケモンを持ってこれるので、クロバット出しナインダーセットで1枚5枚引きます。うわ、ごめんなさい、よいしょ、エネルギーはこのままフーパーにつけている。でバンギラス V もいいところは、一撃ウラス V と違って、まあ、種ポケモンなので最初の番に置けなくても、まあ、2回目の番とかに置いてね、すぐエネルギーをつけて攻めることができるということなので、これってちょっと梅川さん質問なんですけど、はい、一撃ラッシュとか山札上から4枚2枚取らしするじゃないですか、はい、これってリスクの方が大きかったりするんじゃないんですか。まあ、そうですね、下の技自分の山札1枚、4枚取らしちゃうんですけど、あのダメージがすごく大きい種ポケモンということなので、はい、まあ、ダメージに見合った、まあ、デメリットというかを兼ねてしまっている。ただやはりパフォーマンスが高いという部分がありますね。でデッキ構築の時点でなるべく、まあ、トラッシュされちゃうと使いづらいとか、トラッシュされちゃうと嫌なカード自体をまあ減らしていく。例えば、まあ、1枚しか入ってないカードとかってトラッシュされちゃうともう使えなくなっちゃうので、はい、そういったカードの採用を減らしつつ本来したい動きに手厚くする、はい、なるほど、ポケモンを厚めに入れるとか、そういうことで、まあ、あの安定感を損なわず自分の山札トラッシュを乗り越えられるかなという部分はあります。そういった部分で相手のデッキをこう読み解くのもまたポケカのテクニックかもしれませんね、うん、そうですね、はい、確かに、はい、鉄砲が出ました。うん、安定感ありますね。早田君、先ほどとよりももっとなんか成長した立ち回りですね。今回は結構場が整ってきてる気がしますね、はい、ここからマリーも使えると4枚いい。結局ダンノーラさんはデルビル1体、まあ、1匹の展開にとどまっているので、はい、まあ、一撃クラッシュにたどり着くのはちょっと次の番難しそうという、はい、このターンはまだ状況ですね。しかも早田君は手札が豊富ですね、うん、スタジアムで水の塔も映し晴れた。そしてさあ、まあ、ヒルガイスでね、フーパン30ダメージを与えておくということは、まあ、巨大連撃に生きないこともあるんですが、何よりもね、連撃ウラス V がベンチに下がるということが一つの目的にもなります。以上です。はい。はい、技は使わなくて。あ、技使えます。一応使えますね。ヒルガイスが使えるので。はい、はい、フーパン30ダメージ。フーパン草弱点なのでね、この30ダメージになってます。同じくね、デッキに採用されているバンギラス V も草弱点ということで、悪タイプですが、まあ、トータイプの弱点を突かれるという展開はおそらくない。こいつはベンチからバトル場に出てないと攻撃はできないです。なるほど、入れ替えます。はい、了解です。さあ、キルガイスの効果で隊列をバトル場に出して終わりました。はい、いい立ち回りですね。これ隊列が HP110 って結構あるので、フーパーのアサルトゲットで倒れないのも偉いですね。はい。そしてすぐさま攻撃できるのも魅力ですか、これ。あ、攻撃はできない。あ、できるんですね。電撃エネルギー1枚で。そうですね、早田さん水の塔も出てますので、このまま水の塔が残れば、
まあ、進化するということでまず疾風突きまでは絶対いけますね。でエネルギーがもっとつけばなおさら上がっていく。でついてるエネルギーは多分ストーン島エネルギーかな、電撃ウラス V についてるのがという形になってます。ということは攻撃する側もちょっといや意識しなくちゃいけませんね、はい、ダメージ計算の確認は怠りなくお願いします、うん、さあこうフーパーでアサルトゲートを刻みに行ってもあまり有効ではない状況ですね。ダンノーラさん展開をどこまでしてくるか、ある種どこをゴールにするかというところが難しいところでしょうか。デレビルは増やしておきたい、ただ早ければ次の番も巨大連撃を打ち込まれてしまう可能性もあるということで、まあ、ミュウも置きたいんですよね。これちょっと追い詰められてますか、壇ノ浦君。考えてますね。やばい。お、やばいという声。やばいという。うん、いいぞいいぞ。やばいという。さあガッツポーズしてください、早田君。やったー。ありがとうございます。相手はやばいそうです。やばい。どうしよう。日本一を追い詰めたって一生自慢します。はい。追い詰めるどころか、もしかしたら1兆ポイント持って帰る可能性もありますよ。こっちか。先ほどよりは緊張してませんか、早田君。いや、そうですね。今はなんかちょっとさっきより引き運が良くて、はい、あの波に乗ってます。勝ちで迷う。TikTok350 万人の底力見せたいと思います。ちょっと噛んじゃったですけど。緊張してます。本業の人が噛んじゃダメですよ、あれを。勝負には勝ちます、うん、まあ、動画クリエイターポケカブということでね、 TikTok350 万フォロワーってます。凄まじいですよね。すごすぎる。万日本でもトップクラスの TikTok クリエイターですね。一撃の方向を使用します、はい、バンギラスへ持ってきての一撃の方向、はい、ストップお願いします。はい、ストップで。350万人ですか。かなり大きい数字ですね、うん。そんぐらい家族欲しいな。350万、うん、いいですよね。大家族好きなんで。でかすぎますよ。はいはい、ダメ？さあ、バンギラスウェイにハイダークエネルギーをつけて盤を割っています。あ、そうかそうか。なるほど。じゃあ、まあ、ヘルが進化できたことで、まあ巨大連撃を打ち込まれても一旦耐えるだろうという状況にはできましたが、早田さんが攻め気に入ってもいい状況ではありますね。連撃ウラオスを VMAX に進化させます。はい、了解です。さあ、場のポケモンね、もう一匹連撃のポケモンが出ると、連撃の陣も100ダメージまで上がりますので、フーパーを倒すこともできるようになります。コルニーの気合で、手札が6枚になる。いい動きしてますよ。サポートを毎晩使っていくというのがね、ポケモンカード重要ですね。サポートはキャラクターなどが、ね、描かれているカードなんですけど、番に1回しか使えない代わりにかなり強力な効果が書いてあります、はい、一方グッズはね何回も使えるけどサポートほどハイパワーではないので、やはりサポートは重要ですね。はい、さあ隊列にエネルギーつきました。さあ連撃のポケモン5匹目並びました。これで連撃の陣のダメージ100は確定していく。どうしようかな。逃げるエネルギーは隊列、これ強烈ですね。強烈いただきましたけど、ね、すいません、思いついてしまったんです。いやでもまさにですよ、この状況、本当に、はい、門が使えないということで、あ、サポート使っちゃった、はい、さあね、まだね、連撃を遊べますから、連撃の陣ということで隊列でいけちゃうんですよ。隊列で削るのはでかいぞ。100ダメージでフーパー倒す。なんと、うん、先にポケモンを倒したのはハイアタック君だ。ナイス、ナイス、ナイス。サイド1枚取ります。さあ、壇ノ浦さん、ちょっと意気込んで山札を引いたようですが、あ、これ取らせてください。あまり手札が良くないのか、これは。これが1兆ポイントのプレッシャーか。さあ、まあ、この番ね、手札からエネルギーをつけることができれば、まあ、ヘルガオと合わせて一撃クラッシュの宣言まではいけるといえばいける、うん。でまあ、開始でバンギラスビームをやられるとは限らない状況なので攻められるかもですが、問題は手札からエネルギーがつけられるかというところですね。そうでなければ上の技で、まあ、一撃エネルギーだと込みで80ダメージとか100ダメージとか、そこら辺でギリギリ、ね、隊列に届かない可能性が出てきてしまいます、はい。
あとはこの番技が使えないのであれば一旦ハイドアークエネルギーついてるので逃げるってのもできるんですけど、ベンチがヘルガーとクロバット V ということでね、クロバット V 倒されちゃうと再度追い上げられてしまいますし、はい、ヘルガーは失いたくない、非常に難しい状況だと思います。はい、もう何にかエネルギー一撃クラッシュまではいけないのかな、これはどうなんでしょうかね。ストップで何よりもサポートなどが欲しい、ダメかそういった感じでしょうか。はい、バンギラスブイのコレシピ190となりました。100ダメージ。おっとエネルギーがつく、さあつきました、サイドを取ることができそうだ、うん、エネルギーか。じゃあ山なだれで、上技で、ついてるんでプラス60なんで60足して120で気絶ですね、はい、で相手の山札は上から2枚トラッシュなので、はい、トラッシュが相手なので自分のデメリットにはなりづらい。ここから2枚を、この2枚がねめっちゃ強いカードだったらまた変わります。相手なのか、ウーマックス、うわ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 、最後1枚もらいます。さあウーラオス VMAX がここもドキドキしますね。相手の手札山なだれトラッシュね、これはめっちゃ強いカード。最後のボスの指令とかがあれで落ちたらね、はい、そうですね、ゾッとしますね。うわ、次技使いますか。さあ水の塔で全てに活かせる、かつ鉄砲に風船がついている状態ですが、ここは連撃ウラス VMAX をバトル場に出すようです。さあ残り HP 190なんでね、相手がね、はい、はい、どうぞ。ちょっとやらかしたのか、賭けに出るか、賭けに出る山札の上から、いやちょっとやってしまったな、これどうしようか、あと技が出せないので。これ早田さん番の最初引いてますか、ね、こいつ第三世技は早田さん、はい、1枚引きましたか。1枚引きました。1枚引いてないです。はい、はい、すいません。こいつは今、下技が300ダメージで、はい、上が120ダメージですね。なるほど。じゃあさあこのバンギラスピーが、連撃ウラスピーマックス一撃で倒すには、一撃エネルギーをもう1枚つけた上で、まあ、元気のハチマキなんだってね、もうちょっとまたダメージを上げる必要が出てきています。なので、まあ、電撃グラスメイマックスは高い確率で技を耐えられるのではないかという状況です。はい、了解です。全て、はい。で、7枚ですね。さあ、バトルの上で重要なサポート、今度は博士の研究です。連撃エネルギーをつけます。うん、おっと課題連撃準備 OK という状況ですね、これは。さあ舞台は整いました。はい、存分にクロバットを、はい、ベンチに置きます。まあ、ここで、まあ、巨大連撃とかでバンギラス V を削っておくと、あとの体力の連撃の陣とかで倒せるようにもなりますし、今5枚か、まあ、もし早田さんのデッキにガラルチームズグマなどが入っているのであれば、この場ヘルガを倒しちゃうということも、はい、可能になってくる。今サポート使ったな。グッズ、この手段に止めてみよう。あ、ポケモン通信使います。はい、で水、はい、鉄砲を手札にある、うん、で、手札に戻して、で好きなポケモン使います、ね。はい。この巨大連撃なんでしょうかね。いいぞいいぞ。オクタンで。はい、了解です。はい。オクタンを持ってくる。素晴らしい。はい。で、オクタンを進化させます。さあ、電撃サーチを使います。はい。ここから加速していく。うん、うわぁ、どうしようかな。連撃エネルギーを。はい、了解です。はい。ストップお願いします。はい、じゃあ、ストップで。はい、さあ、どうなるか。ここは、巨大連撃を打つか。シップ好きだと、まあ、この番、ベンチからバトル場には出てないので、ダメージが小さいため、巨大連撃を狙っていそうですが。じゃあ、巨大連撃で、うん、はい、120。はい、20を2匹のポケモンに、ね、ダメージを与えるということで、ベンチャー弱点を計算しない。ヘルガーの HP130、クロバット V の HP180、バンギラス V の残り HP が190という状況で、まあ、全てのポケモンを気絶までは追い込めませんが、弱らせておくということができますね。とバンギラス。おー、さあバンギラスの HP 残り70まで追い詰めました。100のメコンがあるかな。さあでエネルギーがトラッシュされますね。面白くなってきました、はい、エネルギーはトラッシュです。これもトラッシュですね、はい、1枚引きます、はい、さあもしね、僕がさっき言った一撃エネルギープラス元気のハチマキみたいなとこまで行くのであればかなり都合変わってきますが、この連撃グラスビマス突破できないと早田さんもう1回ね猶予が生まれてきますね。
いいですよ、落ち着いてください、落ち着いて。おっと、ちょっと壇の浦君苦笑いですかね、天を仰いで。先ほどサイドから1枚カードを取って、この番、頭デッキの上からカードを引きましたが、手札が良くないのか。はい、第2の本郷かなた。本人、ここに引くかちょっと分かんないですけど、ね、ここはどうなんでしょうかね。どうしよう。さあ、追い詰められているぞ。巨大電撃をね、次は撃たれないかもしれないので、一旦パンギラスプリ、ハイドアクエネルギーついているので、逃げることもできますが、まあ、苦しい状況は変わらずですかね。まさか、まさか、あり得るのか。逃げてもいいか。逃げてもいいか。ただ、バンギラスウェイの強みは先ほど紹介した通りに進化しなくていいことなので、かなり窮地の状態からも場に出して技を打つまでいける。負けになるんだよな。ここで一度失っても再起できる可能性はありますが、このままだと疾風好きなどでバシャスウェイを失ってしまう。はい。あ、多分触っちゃダメなんで。あ、そうです。なんかこう、広げてもらえると、俺多分触っちゃダメなんで、カード。そうなんです。僕は見せたです。トラッシュの確認ですね。トラッシュを確認しています。トラッシュを確認しています。はい、ありがとうございます。そうすると、本当に壇ノ浦君はトラッシュ確認が大好きです。重要ですよね、やっぱり。はい、はい、戦況を見極めるのに相手がある程度強いカードを使っているのであれば巻き返されないだろうとかね。本当に一撃相手で相手がいかに活力のゾーンを使っているかとか、そういうのが大事になってくるので、はい、大事なんですよ、トラッシュ確認。しかし長いですね、壇ノ浦君。制限時間がないということで、ね、存分に考えていただいております。はい。さあ、ここヤレウタンなんですね。大きく手札を展開する種ポケモンではなく、ヤレウタン。おお。じゃあ、ストップお願いします。ストップで。さあ、このヤレウタンのね、サルジエの1枚で全てが解決というものがありますので、ね、はい、博士の研究が来ちゃうみたいなね。そういうことは一つ巻き返しの手段になりますが、これで何も来なかった場合、次の番引くカードも決まっちゃってるっていうのがね、もう一回サルジェを使わないと知らないカードというか、状況が分からないカードが来ないという。ハイドアクエネルギーついてるんで、2ゲーム0で逃げます。ハイドアクエネルギーついてるので逃げました。どこで、壇ノ浦さんのこの思考の中で、ね、次に引くカードが決まってるということもあるので、まあ、どこまで何を捨てて何を大事にするのかとかね、うん、かなりベンチからバトルバンドスポケモン重要になってますが、クロバットウェイ出した。さあ、何もせず番を返した。さあ、ここ早田さんがもしクロバットウェイ倒せればですよ、残りサイドが3まで追い上げるので、最後の巨大電撃でバンギラスノイとヘルガを倒して勝ちみたいなことにもできちゃうんですよね、うん、なのでなるべくクロバットウェイそれを出さなくていいなら出したくなかったところだと思うんですけど、うん、やれる歌を大事にした、あくまで自分の展開を少しでも強めるために。はい、これで技打てるんでしたっけ。まだ打てないです。 VMAX は打てない、はい、でそうなるとまだです、まあ、ポケモン入れ替えなどを使うことで、一旦ね、他のポケモンを出して逃げて、シップ好きということもできます。これ、耐熱でいける、そうですね、エネルギーを、ここは連撃ウラスベマックスにつけましたが、耐熱でもいける。弱点ですよね。ただ、ここで連撃ウラスベマックスにエネルギーをつけとくことで、次の番、巨大連撃が打ちやすくなる。で、もう勝利を目指せるので、まあ、つけ先は間違いないです。そうですね、確かにトラッシュに行ってしまったらね。ただここはまあ連撃サーチで VMAX 持ってきて水の塔で逃げてって感じでも良かったかなという部分なので、一度ポケモン入れ替える方法を持ってこないとチップ好きがうまく通らないかもしれないですね。はい、一つハードルが生まれましたが、そこを乗り越えられればチップ好きで多い優位。今まだサポート使ってないです。サポート使ってないです。使ってないですよ、なるほど。まだ出さないところか。そうだ。じゃあコロニーの気合で自分が手札に、はい、6枚になるようにカードを引きます。3で進化させます。電撃裏を滑ります。白が進化、さっきグッズしか使わないか、必要ないな。以上です。
攻撃はでき一応シップ好きなんで60ダメージ。シップ好き、この番ベンチからバトル番出てないので弱点で60ですね。連撃サーチもね、使っていきたかったかもしれないですね。サルジエで。さあ、ここはサルジエで、まだ、さっき見てないカードが来ますが。動かないか。状況はさっきとあまり大きくは変わらず。やれることがないのか。結構ね、手札が動いてない状態なので、次のはもう一回サルジェから動く感じになっちゃいそうですかね。もしくはもう本当にサポートを持ってるけど使ってないのかもしれないですが、展開しないと追い詰められて巨大連撃でのフィニッシュが怖い。なんて先を考えているか分かりませんからね、壇ノ浦君は。かなり先のことまで見据えてやってるんですね。はい、目先のことでこうなってるわけじゃないと思いますよ。はい、2ゲーム合戦。さあ、クロバトベが逃げました。逃げた。バンギラスベイで攻めに行くという状況でしょうかね。逃げるか。あ、間違えた。間違えた。間違えたという声も、まあ、間違えたと。間違えた。ああ、間違えた。まあいいや。じゃあ、サルジエでね、自分の山田の一番上は決まってる状況。一撃ラッシュでそれをトラッシュしていいのかまた分からないところではあります。ああ、まあそれ取れるか。一撃ラッシュで。300ダメージですね。はい。で、いいですか、ちょっと。はい、で上から4枚かな。トラッシュ、上から4枚トラッシュ。うわぁ、これは、そうですね。うわぁ、見るに、テクラク引いて、サルジェでマリーまで届いてたので、ちょっと惜しいかもですが、はい、さっきの試合だとね、この300ダメージ与えた後に、ミュウのサイコパワーで VMAX 倒すってプレーがあったので、連撃。まあまあまあ、ダメージ与えること自体は、正解です。意味ありげですが。ストーン、投影エネルギーですね。をつけさせていただきます。そして、なるほど、どうしようかな。じゃあここで平田雄也君あるあるいいですか。どうぞ。博士の研究をマグノリア使いますという普通ポキカ四天王の伊藤選手もね、よくやるんですが、はい、そうですか。なんかキャラ名の方をちょっと尊重してる感じで、はい、言い忘れてたんでね、ちょっと。タニプキャン、さあ、クイックボールを使っています。鉄砲をやります、はい。山札の圧縮もね、結構進んできてますね。山札少ないと必要な時にあと山に残ってるカードを引きやすいという状況になるので、リセットスタンプとかマリーとか耐性も上がっていくという状況です。博士の研究で自分の手札を取らして、お、出ましたね。1,2,3,4,5,6,7枚引きます。残り山札の枚数がどれほどかというのもね、あ、このできないから今出したばっかり。そうです、すみません。山札の枚数があまりに少ないとですね、バンギラス V の上の技で削られ消えてしまうということもあり得てきます。デッキ切れもそうか、負けるのに。そうなんですよね、山札がなくなって番の最初にカードを引けなくなったらルールで敗北となります。見た感じ結構減ってますね、デッキ。ちょっとバンギラスの上技を使いまくるというね、で連撃サーチを使います。あり得てきます。でもそんなにめちゃくちゃ少ないわけではなさそうですね、今手元のように。連撃カードしないんだ。なんだろう。コルニーの気合い、はい、大丈夫です。ストップ。さあ、この番は巨大電撃でバンギラス V とヘルガーを倒すこともできたり、あとはまあクロバット V を倒してサイドをあえて多く取りに行くこともできます。でもまあこの番でね、バンギラス V とヘルガーを倒せれば残りサイド2まで追い上げますので、クロバトベを倒してフィニッシュという、まあそういうルートが見えてきますね。
こういう時はサイド多く取りすぎない方がいいなと思って、まあ、リセットスタンプ打たれて巨大連撃で取りすぎちゃうのがデメリットに、バンギラスと一丁いったんですね。ただサイドに手札に加えたいカードがある場合は多く取りに行きたいという、まあ、状況に応じてそこも選択肢ではあります。選んでからですね。この特性なんですか。これは、山札の上と手札を一旦に1回入れ替えれる。おお、さあ誰を倒すかね。ユータンです、はい、うん、サルジュを倒すのはいいんじゃないですか。かなり、うわー、いいところでやっていきました。死に2体というわけで3枚いけるのか。おっと、さあ綾崎くん残りサイド2枚。さあこの山札の一番上で壇ノ浦さん、あれが解決を目指したいですね、はい、さあクロバット V は到着点でございます。さあ巨大連撃のエネルギーが取らせされました。さあ面白い、あれユータンを失ってしまったのがまたね可能性を細めてますね。でもやれユータン失ってからでしょ、壇ノ浦は。さあこっから野球は2アウトからだし、そうですね、壇ノ浦はあれサルジエを失ってからでしょ。本当に今ギリギリの状態ですからね、うん、あ、これトラッシュ。まあ、あのこういう相手のサイドが、ね、2枚ということもあって、クロバット V1 回逃げて、まあ、負けにしないということだけはできますが、ヘルガーを失ってしまうというのも展開上厳しい。さあ、絶対絶命。一撃の方向を使います、はい、さあ一撃ポケモンに一撃エネルギーをつけられるんですが、この場合ヘルガーにしかつけられなくて、つけちゃうとダメ感で倒れちゃうので、はい、山札のチェックみたいな、ね、感じでしょうかね。対象なしということです。ストップお願いします。ストップで、はい。さあこのシャッフルが功を奏すか。いやいや、さあまずは負けないためのヘルガーバトル場。ハイダクエネルギーもつけておく。終了、はい、これまあエネルギーがもしなかった場合、ね、ヘルガーがめっちゃ待ってる。終了です。やばい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 、はい、これやばいです。ちょっとあ最初の1枚、はい。さあボスの指令プラス疾風石とかでまず勝てる状況ですね。はい、マジで水の塔があって、まあ、風船もあるので、とりあえずベンチの連撃ウラスボイマックスはバトル場に出やすい状況です。さあエネルギーはあるのか。さあオクタンは出しましたがね、連撃エネルギーも使いすぎていると、もしかしたら山札手札ないかもしれません。サイドに行っていることもあります。うん、さあチャンスであり早田君ピンチでもあるかもしれない。うわ、うん、そうそうか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 。さあ勝負を決めに行ける番ですが、ボスの指令がないと一旦は難しそうですね。ボスの指令使ってもらったら使わないと、まあ、出会ってもヘルガーを倒した後壇ノ浦さんが、また攻めていくというのは結構難しい。もうこれしかできないのか。じゃあエネルギーがね、何枚あるんだろう。攻撃まではすぐたどり着けないと思うんですよ。そうですね、相手に技を受けたときに気絶しないアタッカーをバトル版出さなきゃいけない。そこから毎晩ボスの指令を打たれない展開じゃないと続かないっていうのがあるので、これ早田くんかなりのチャンスですよ。博士を打った。ここはさあ山田が何枚かというところもありますが、6、7、きた。博士を打っていく。この場の、まあ、巨大連撃まだいかなそうなので、おの場の、おっと引いた。さあ、ついた。しかし、サポートは使った、うん、なので、まあ、シップ好きこの番バトル番出てないですけど、30ダメージでヘルガーを倒すことができますね。ああ、なるほど。だったら走ってもよかったのか。そうきたか。とりあえずそれを出してるのには理由があるってことで、あ、でもこれもサポート使ったのか。はい、あ、連撃サーチを使います。はい、一応見えます。うん、はい、それでいいです。山札かなり少ない。はい、狙いのカードは引きに行きやすい状況。疾風好きで、はい、30ダメージでヘルガーを倒していく。残りサイド1枚ですね。さあ倒しました。残り1枚。もう巨大連撃によって倒されることも見えてきていますので、クロバットで勝つ。こっから奇跡ありえるのか、壇ノ浦。どうしよう。これ手札が何枚ですか。今3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66
7枚か。これ打った方がいいのかな。どうなんだろう。トラッシュのエネルギーの枚数を教えてもらってもいいですか。トラッシュの、はい、エネルギーの枚数を教えてもらって。連撃エネルギーがいかにあるかですね。そのオクタンの連撃スタッチで連れてこれるエネルギーがあるかとか。あればね、もう巨大連撃で貸しとかも狙えたり、シップ好きで貸しとかも狙えたり。1枚。2枚。うわ、エネルギーが確かに。あんまりないのか。うわ、やばい。場に出てる4枚ってことで。さあ、連撃エネルギーはない。エネルギーはもう、これどう打たない方がいいんじゃないかな。打たない方がいいよな。打った方がいいのかこれ。わかんない。どっち打った方がいいのかこれ。まあ、逃げて入れ替えなどでね、シップ好きでクロバットブレを倒して勝つことができますが、打った方がいいのこれ。去年連撃を打つために、まあ、オクタンの連撃スタッチで確実なエネルギーを手札に加えるということはできないですね。打った方がいいな。さあ、壇ノ浦君は配信を忘れて独り言を言っています。打った方がいい。配信されていることを忘れています。打った方がいいこれ。かけた方がいいそれか。まあね、なんとなく手札見えますがね、あのカードを打とうとしてるのか否か。わかるよ、その気持ち。その気持ちわかるよ。打ちましたね。はい。山札、手札全部山に戻して、はい、サイドの枚数分引くんで、1枚だけ引き直します。さあ、打ちました。山です。1、2、3、4。多分コルニーの気合が上に来るように戻すかな。これどういうことですか。なんか復帰してもらっていいですか。上に多分コルニの気合が一番上にあったので2枚を。それはもともとトラッシュにあったやつかな。トラッシュか。あ、こういうことか。で、これがもともと手札なんで、これ山に戻して、はい、1枚全部戻してシャッフルする。はい、これも戻します。はい、手札のカード山札に戻すわけですね。これも一緒に混ぜる。これも一緒に混ぜる、はい、2枚です。で、2枚も一緒に混ぜる。はい、一緒に。で、最後1枚なので1枚引くという方法になります。僕はストップです。じゃあストップで、はい、で、この状態で1枚だけ引き直します。これですか。手札を1枚だけ引く、はい、うん、で、大丈夫です。これを戻して、はいはい、さあ、これでね、かなり相手の動きが止まれば、はい、チャンスが出てくる。終了。一旦相手のシップ好きだと、はい、弱点でもね、60しか食らわないので、もう戻していいですね。これはトラッシュですね。博士はトラッシュで、はい、で、八角さんの番なんで、最初1枚引いて、はい、1枚これですね。はい、エネルギーがあればもう巨大連撃って言ってね。さあどうなる。さあエネルギーか入れ替えで勝てる状況どうだ。そうかいや、どうしようかな。今サポート使ったのか。さあ、攻撃できるポケモンはいるのか。さあ、そうなってきますとこれありますね。うん、ただまあ、もしこの番相手を倒せない場合でも一旦ね、連撃ラスウマックスに逃げてシップ好きを使えるチャンスを伺うこともできるので、全然まだ不利じゃない。まあ、ましてはまあ、ポケモン入れ替えがあれば、逃げ入れ替えでシップ好きで倒すということが一つできます。電撃サーチを使います。はい、あのこれ山札2枚。そうですね。それで、はい、僕はもうできないです。あ、とりあえずシップ好きをします。の弱点なんで60ダメージですね。はい、はい、これで合計120までいきましたので、とりあえず次の番ね、シップ好きって言うだけでも勝てる状況になりました。はい、壇ノ浦さんはポケモンをベンチに下げたい。おおお。いや、分からない。何が起こったか。この1枚で何か大きく変わるかというところですね。え、あんのか。感情の起伏が激しいですね、壇ノ浦君。さあ、驚いたり、おこれを入れ替え。さあ、はい、これね、連撃のポケモンは水の塔で逃げられちゃうので、クロバット V であれば逃げるためのエネルギーを必要とする。なるほど。ただ、開拓さんのデッキね、もう入れ替えや、ポケモンにつけられるエネルギーがないという可能性が、そうなりますとこれあると見て、はい、山札切れで勝利できる。まさかまさか、壇ノ浦、籠城作戦に切り替えた。あ、ここか。はい、籠城作戦に切り替えました。え、兵糧戦ですね、これは。そうですね、これは。逃げられれば。こもってますね、かなり。勝ちですね。
これはなぜ逃げられないんですか。あ、いや逃げ、エネルギーをつけて逃げるか、何か入れ替え手段があれば逃げれます。逃げるエネルギー、これでマイナス2になる。これは連撃ポケモンじゃない、逃げれなかったんですよ。さあ、このターンで倒さなければ、いや、何この戦い。いや、こんなのあるんだ。壇の浦の頼りにする望み、うん、薄いこれ。でも勝っちゃ、どうなんでも。このターンで逃げれないと僕の負け。さあ、いやまだまだ、日本代表が神頼み。入れ替えることができれば、チップ好きでフィニッシュとなります。さあ、どうなる。よし、まあ、終わった。あるぞ。で、まあ、まだもう一回ね、早田さん。高さの鉄球。おお、一気に。七枚引きます。はい。ここからまくんの？すごすぎる。山札の枚数いくつですか？手札はごめんなさい、何枚でしたっけ？手札は何枚です？手札は。さあ。三四。5 6 7。さあ、しかしですよ、忘れないでほしい、シップ好きはベンチに帰って出るとダメージが上がります、うん、クロバットをベンチに下げることができればウーラウスが出るのです。そうすれば攻撃ができるのです、うん、ただこの番ダンノラさん、ミュウにエネルギーをつけてサイコパワーで、ね、エネルギーついてる電撃ウーラウスベイマックス倒しちゃえば、なんとも 技のダメージ食らわないっていう可能性出てきます。どうしよう、もうエネルギーないよな。ベンチ倒しちゃっていいのかというね、ここですよね。エネルギーないと思ってるんだけど、どっちがいいんだこれ。あかんねえ。さあ、一人で喋って一人で笑う。トラッシュのボスの知るのアイスを教えてください。ボス、はい。はい、トラッシュのボスの知るのアイスが知りたいです。はい、さあ、クロバットベイを、ね、下げた時にね。めちゃくちゃ知りたい。1。あ、ありがとうございます。1枚か。仕事はまだあるな。ってことは手札山札サイドでね、籠城できないから、ありそうな気もする。籠城できないからキャプチャーエネルギーつけます。さあ、ミュウにエネルギーがついたことでサイコパワーで攻める選択肢も生まれました。ではストップお願いします。ストップで、はい、ありがとうございます。これバンギラスで耐えるより倒したエネルギーなくした方がいいよな。さあ、ベンチのポケモン倒せればね、エネルギー枯渇で技が打てないというパターンを作れます。逃げます。はい、さあ、ミュウが出てきた、うん、サイコパワーでラメタン3個乗せるんで、こいつに乗せて気絶させます。さあ、バンギラス V でね、与えた300がここで生きています。そうきたかで、あー、ここで一気に終わり。うわ、さあ、もう入れ替えとエネルギー両方ないとどうなんですかね、ここ。うわー、めっちゃ追い込まれてる。で、番の最初に1枚引く。きます。これでもう次の番ね、山札から引けなくなったら負けてしまいます。はい。何らかの効果で山札にカードを置ければまたね、番が来るんですけど。さあ、この番でつまり倒せなければ壇ノ浦の勝利が確定ということですね。私は誰に話しかけたんでしょうか。すいません、まあ、そういうことですよね。私は誰に話しかけたのでしょうか。すいません。じゃあ、はい、ここで決めなきゃダメってことですね。そうね。はい。ああ、エネルギーは？エネルギーあるか。エネルギー。まあ、我々の感想としては、ある。持って単回。でも、しかし、でも、あれだ。持って単回。白じゃダメだ。シップ好きは、シップ好きは遠エネルギーにしたいんですよね。電撃かどうか。あれ、これさっきの場終わってたよな、実は。やべ。終わるしかないです。終わります。おお、終わったか。はい。ああ、終了で。終了で。これで、そして、バンの最初の山札が早田君は負けになっちゃう。ありませんので。そういうことか。はい。だから自分の手です。この時点で、壇ノ浦君の勝利確定です。すげえ試合だ。すごい試合。よくやりました、壇ノ浦君。そしてね、実は早田君、はい、チャンスありましたよ、勝利の。あ、そう、さっきの番、多分勝ってたと思う。え、うん、あ、ただ残りの1枚がエネルギーだったんですよ。あ、ポケモン入れ替えがあったなら多分ポケモン入れ替えは多分、ね、うん、
入れ替えでクロバットを入れ替えてればこいつを倒せたので、うん、うわ入れ替えて疾風好きで倒せました。うわマジかやられた普通になんでだろう。分かったいやしかし我々は気づけ気づけと思ってましたけれども、はい、か分かんなかったので、はい、なんかもうクロバットをこいつ前に出してポケモン入れ替えかエネルギーがもうないのをお祈りするしかなくて、そっかいやそれにしろ素晴らしい試合でした。戻ってきてください。すごかった。お疲れ様です。